高市さんの話、これデイリーでね、記事があるので、これは日付がね、26日なんですけども、これ先読んじゃいましょう。中国出身の東大准教授、李光という方ですね。24日に BS 富士のプライムニュースに出演して、高市候補が総理就任の際にも公的に安国神社参拝を続けることを宣言していることに触れ、許せる要素はゼロなどと厳しく非難したということですね。別にあの、李光さんに許される必要がないので、 それはあの,李光さんの中国的な個人の見解でございますそういうものにあの高市さんが縛られる必要はないので何やったって批判する人はいますから。 高市さんは高市さんの信念に照らし合わせて総裁になったらね総理になったら就任後も公的に靖国参拝をすると言ってるわけですからね別に李光さんがどう思うがそんなことはどうでもいい話で関係のない話でございますちょっとややの読みますね番組では終盤戦を迎えている総裁選について李氏と元中国大使の、えー、宮本氏神田、えー、外語大学の公、えー おなんだパネリストとして特集、えー、高市氏が同番組で総理に就任した場合も靖国神社への公式参拝を継続すると明言したことについて日中関係への影響を問うこれに李氏は激しい表情で「壊滅的なダメージですね」とバッサリ壊滅的ダメージってじゃあ新選で10歳の男の子が殺されたのはあれ何だったんでしょうかあれは言っときますけど 壊滅的ダメージですよ日本人のほぼ全員を敵に回したんですからね1億2,000万人激怒してますからねそれはね壊滅的ダメージですよそれからね処理水を汚染水と呼んで 日本の海産物の全面金魚に踏み切ったこれも壊滅的ダメージですよ中国自ら日中関係をね壊すようなことを散々やっておいて高市さんが靖国に参拝で壊滅的ダメージって何を言ってんですかね散々日中関係をねもうボコボコに壊しておきながら何を言ってるんだって話なんですよ中国人の李光という人の個人的な見解で壊滅的ダメージ日中関係がそんなので壊れる 日中関係だったら壊れていいんです靖国に参拝してぶっ壊れるような日中関係なんですかだったらなくていいんですよだから本当にね中国が日本とのだって中日中関係っていうのは どっちかが一方だけ得をするっていうそんな関係はダメですよだって日本も得をして中国も得をしてっていうそういう日中関係ならばね成立するかもしれませんよね中国だけが得をする日本だけが得をするそんなのはそもそも成立しませんよねだから中国も日本との友好関係が一部必要なんですよだって投資も欲しいわけでしょそしてあまり日本だアメリカだ台湾だフィリピンだって連携されたら嫌なわけでしょ中国を愛して欲しいわけじゃないですか、えー、中国と仲良く してほしいわけでしょだから日中友好というのは中国の国益になると思ってるわけですよねその日本の総理が靖国に参拝するぐらいで日本との国交を断つって言うんだったらその程度の関係ですわ綺麗さっぱり国交断絶した方がよろしいそれだけのことですそれだけのね靖国に参拝でもってねそんなんで立たれるような日中関係だったら立たれていいんですでさらに李光さんね歴史問題はいわば一番の負け戦何をどうやってもアメリカからも支持されませんしアジアからも支持 されません。日本の国内の右翼支持が何も得られないと言い切ったといや別に安くに参拝で中韓以外から来ませんからねからタイとかインドネシアとかベトナム、ミャンマー、ラオスそれからバングラディッシュだってインドだって一言も何も言ってこないですよこんなアホなこと言ってくるのは中国と韓国だけなんですよアメリカだって何も言ってきませんよそうですよねこの李光淳教授これわざと言ってんのかなちょっと見たら 誰が靖国に文句言ってるかって中国と韓国だけなんですよ。 何言っっててんですか日本の右翼以外に支持ない,っていそんなことないですよやっぱ安国がどれだけね大切にされているか全国にだって五穀神社もあるわけじゃないですかどの国もですね別に日本の首相が参拝するとかしないとかいちいちそんな批判なんかしませんよもうおかしな2か国だけがそういうおかしなことを言ってきてるそれだけの話なんです続きまた中国国民の対日感情は「全体的な傾向としては回復傾向なんです」とし「それはもう完全にうさんしますね」と警告 よいよいよ日本の首相がね靖国神社に参拝したぐらいのた,ただそれだけのことで全中国人の親日感情が破壊されるんだったら亡くなるんだったら結構です亡くなったって言っときますけど中国人民の中で靖国神社の存在を知ってる人はほぼいませんよ14億人でしょ靖国神社ってほぼ知らないですよ例えばね北京でも上海でも街中に行ってその辺歩いてる中国人捕まえて靖国神社知ってるかって言ったら100人中100人知らない なのになんで日本の首相が参拝しただけで全中国人の親日感情が雲散霧消無償するんですかなわけないでしょ知らないんだからそんなことなりませんよ。何それ参拝で何って何も変わりませんよ。続き、えー 東大教授ね私も中国出身ですけれどもな分かりますわその名前見たら感情的に許せる要素はゼロですねいや結構でございますあなたが許せるかどうかなんかどうでもいい話なんです中国人はそもそも靖国なんか知りませんから侵略者を神と奉っているところに日本の総理大臣が参拝するっていうのは日本のの体制にに対すするる反省を全て無にするもの何も自分は反省していないと侵略者を神として尊敬してそれに拝みに行くというのはと不快感を明確に 表し、今の日中関係は幸い歴史認識がほとんど取り沙汰されていないでも靖国神社を参拝すればまたフォーカスがそこまで集まるので百害あって一理なしですよねと切り捨てたということですね。侵略者を神とと、祀っているといや そそもそも侵略者とは思ってません、えー、日本では別に英霊は侵略者ではないのでそれは中国人である李光さんが個人的にそう思ってるだけのことで英霊はは侵略者ででないですあとそれからですねいわゆる A 級戦犯と言われた人たちはまあね A, A 級ですからねカテゴリー A の。 えー、戦犯とということで、えー、戦争を始めたというところがですね、まあ、戦犯と言われた部分なんですけどもそれ で,東京裁判で有罪判決が出ましたでもその後刑は執行されたんですね。まあ中国はね、前近代国家だからね、李光さんみたいなね、前近代国家の人はね、理解できないと思うんですけども、日本はね、近代国家で法治国家ですからね、刑の執行が終わったら罪人ではないんです。刑の執行が終わったにもかかわらず、罪人として扱ったらそれは差別なんですね。刑の執行が終わったら、これは許されるんです。いわわゆるる永久戦犯と言われる人たちは 執行が終わりましたよねそして占領が解除された後国会で名誉回復の決議が行われてるんですですから罪人でもなければ侵略者でもなければ戦犯でもないんですもうすでに名誉を回復済みなんですねですからこれは李光さん中国人である李光さんの独り、まあ、よがりの個人的な見解を述べてるだけのことであって日本人はそんなこと思ってませんしそもそも中国人の大部分は永久戦犯の意味も分かってません靖国 信者の意味も分かっていません中国韓国以外のアジアの国からそのようなことは言われません偉そうにね何を言ってんだって話ですよ日中関係を壊してているのは向こう側であってだってね本当に男の子が殺された事案だって中国政府が真摯に解決しようとしていたらね対中感情は悪化しなかったでしょう個別事案だって言われてはっきり言って1億2,000万人怒ってるわけですから武田つにやすチャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。 え動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします、えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね